ウェディングドレス、着物、ワンピースに関わらず、満開の桜の木の下に立つと幻想的な一枚になります。これらの美しい写真は南東県水利号のこの農場で撮影されました。上空から桜の海が桃色の波のように見えます。農場も各方向からライトアップされるため、様々な姿の桜を見ることができます。 素晴らしい、下にも菜の花やコスモスモが咲いていてるただ、道は狭く、園内に駐車する場所もないため、夜桜を楽しみたい観光客は自分で車で到達することは難しい、代わりに農場のオーナーが、この派手なライトを取り付けた車で無料で送迎。 お金を稼ぐためではなく皆さんに夜桜の美しい風景を楽しんでいただきたいだけ純粋にシェアしたかったみんなが桜を十分に楽しめるよう一日の入園者数は40人までに制限一般開放は終了しましたが徐々に桜の季節を迎えている台湾では桜を追いかける行楽客も増えているでしょう。